皆さんこんにちは、リカヨシです。今日も星の島のにゃんこ実況していきたいと思います。まずね、イベント情報の方から確認していきたいと思います。誓いの炎のステージ、誓いの炎のステージにはもう登ったかにゃ。炎をつけると花火も上がるにゃ。みんなで歌って踊れて楽しいにゃということで、こちらの方はお店屋さんの方を確認してみてください。星の島のトライニャスロンですね。星の島のトライニャスロン、お花屋さん、ジュエリー工房、魚の料理の注文の経験値が2倍、ご褒美やいいことがいっぱい。星の島のトライニャスロンが始まったにゃ。蝶々の数が最大で7匹になって、ゴールドフィッシュもいつもより多く作れるにゃ。注文の経験値2倍や限定目標もあるにゃ。花と釣りと採掘を頑張ってご褒美をもらうにゃということで、こちらの方は8月22日月曜日15時59分までとなっているようです。とこちらは飾りですね、スポーツ大会シリーズですね。と限定目標、日替わり限定目標、米の料理のコインが2倍、月の甲冑はもうもらえたかにゃ。月軍の旗と丸軍の旗が日替わりでもらえる限定目標が登場にゃ。目標は繰り返して達成できるにゃ。米を使う料理の注文のコイン2倍もあるにゃということで、こちらが8月8日月曜日15時59分までとなっています。でですね、月軍の旗、あんまり実際あんまりにゃんこの方も進めてないんですよね。で、前回もお話ししたように、子どもたちもね、夏休みということで、あまりゲームの時間をね取っておりません。で、今ね、月軍の旗を2つもらっているんですけれども、先日ちょっと土地の方を広げたんですよね。で、ここの部分を1列広げて、こちらの方となぜか砂浜の方に1個置いてみました。で、今ね、あまり何も進めてないような状況ではあるんですけれども、こちらのね、鶏ハウスの方をずっと欲しかったので、でルビーがやっと貯まったので、こちらの方を購入しました。で、こちらは時間が経つと卵ができて、すっごく可愛いんですよね。この形もすごく可愛いですし、こうやって猫ちゃんが寄ってきてね、遊んでくれるので、中もね、なんかこうドアが開くと可愛いんですよね。ね、ちょっと可愛い感じしますよね。で、花火もこちらにあるだけ集めることができました。で、今ね、たくさんの暇な猫ちゃんたちがいるので、このように花火に集まってきました。花火してるの。ということで、というわけではないんですけれども、今日はこの鶏ハウスを購入しましたということをお伝えしたいと思って、動画の方を配信させていただきました。そして採掘祭りの方もやっているので、トライニャスロンですね、お魚、お料理とかもやっぱり注文の方でも増えてきています。でですね、今はイカとブリですね、あとマグロが来ていますね。
が釣れるかもしれないですね。ちょっと釣ってみます。ジャンプで口元の方に行かないと寄ってこないんですよ。でも何回も釣りをやっているので、だいたいこれが出たらこれが釣れるかなっていうのが分かってきました。ちっちゃいのを釣ると多分板が釣れると思います。ルアーを使って一番大きいのがそうだと思います。で、このようにだいたいね、毛糸をつけていつも釣りの方はやっています。で、船の方はね、だいたいこの日本海のものの注文が最近増えているので、日本海に出て行ってもらいます。はい、送り出しました。今送り出しました。で、このようにしてこれからもね、ちょっと釣りの方を少し頑張っていきたいなと思っています。で、これからね、お魚料理、あとお花の注文と、あとこのジュエリー工房の注文でね、答えていって、トライニャスロンの方を進めていきたいなと思っています。今日はこちらの鶏ハウスの方を購入しましたということと、今ね、現状の様子ですね、それを報告させていただきました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回はね、もうちょっと進めてお伝えできたらなと思います。また次回お会いしましょう。